押したいぜ。仕事何してる？え、 YouTube です。 YouTuber 昨日ヒカキンさんにもね相談乗ってもらったんで、いや俺さゲーム実況しんどいっすわみたいな感じでちょっと言っちゃったんですよね。ヒカキンさんに毎日編集して本当に YouTuber しんどいですわみたいなボソって言っちゃったら、それは違いますよみたいな、えって言ったら、ゲーム実況って毎日やっぱネタがあるんですよね。ゲームっていう元のゲームがあるから、ゲーム実況者よりもやっぱりマルチクリエイターの方がやっぱしんどいっていう風に言ってて、ヒカキンさんどっちもやってるやんか。本当にネタがなくなるらしくて、あっちの方ゲーム実況それに比べたらだいぶ実況しやすい、ヒカキンさん曰く。それ聞いて、あ確かにちょっと俺甘えてるなと思って、また自分を見つめ直したよね昨日のその言葉。やっぱゲームってずっと更新があってネタが尽きないんですよね、ゲームって。ただマルチクリエイターってネタがなかなかないから、だから俺も実写動画の方全然出せてないやん。それはネタがないからね。だから本当にゲーム実況は編集する根気さえあれば続けれるっていう、説得力が違いすぎて、ヒカキンさんの涙出そうなった。俺甘えてました。そういえばだってネタつきひんもんな、ね、APEX やったらそうやって APEX っていうもうすごい素晴らしいゲームがあって、プロスピやったらプロスピっていう素晴らしい元のゲームがあって、更新が重なるからその度にそういう風に動画が撮れるっていう面に関しては、やっぱりマルチクリエイターはやっぱ毎日ネタを探して、ゲーム実況ってやっぱりこう尺が稼げるんですよね。そんな無理してやらなくてもゲームをしとけば尺が稼げるんですけど、やっぱマルチって10分の動画とか8分の動画作ろうとすると結構難しいんですよ。俺も実写動画作ってて思うんですけど、そこも言ってた、さすがや。ほんまだってあんな放送外で1時間も2時間もさ相談乗ってくれる人おる？トップやで。 YouTuber のトップが俺みたいなこんなガスに対して2時間も放送外で誰も見てないところで相談乗ってくる、トップやで。トップオブトップや。だいぶ昨日いろんな話聞いたし、ヒカキンさんいい人いい人って言われてるけど、マジでいい人、ほんまに改めて思った。